Mission accomplished. Doctor, ちょうど教えてほしいことがあったんだ。皆さんこんにちは、おゆきチャンネルのおゆきと申します。今回の動画は星6ディフェンダー U-NECTESの紹介をしたいと思います。それでは早速見ていきましょう。1、キャラの紹介。イラストレーター、リリューク、ヘラグ、シュバルツ、W などを描かれております。もう最高ですね。リリューク先生です。声優は桑島宝子。基本設定、部族の伝統においてU-NECTESは肉体的に最強となったが、機械文明を知った彼女はネジと歯車の間に次の可能性を見出す。その探求心が存在する限り、彼女と部族は進歩し続けるだろう。背景設定、サルゴンの大半は未開の地。その原始的な風土に現代文明も、それに根付く差別意識も浸透していない。それは果たして幸運なのか不幸なのか。キャラの原型はアナコンダ。2、職業、役割の紹介。特殊型ディフェンダー。ゲームシステムの便宜上、ディフェンダーではあるが、全く新しい職業として認識した方がいい。コストが高く、ステータスの暴力で敵と対マンし、圧倒していく戦法に適している。3、ステータス分析。まずは基本ステータスです。練度マックスでは攻撃力は1077となり、1.6 の攻撃間隔に合わせても重装最高峰の火力。だが、前述通り、どちらかというと新職業なので、より近い役割のガードと比較しよう。通常攻撃のみで、こちらの DPS は673。ヘラグは693。スカジは675。ほぼ同格と認識しよう。設定上、同じくロドスの最高戦力として、遅れを取るわけにはいかない。耐久面では、4468の HP は2円につく第2位。685防御は平均値で、標準の重装クラスでもある。硬さに関してはガードと比較するまでもない。高いステータスの代償としてコストは29。昇進1以後は31で、昇進2で33となる。通常のディフェンダーよりだいぶ重く、受領型よりやや軽い。このタイプを戦術に織り込ませる際、よくコスト面で工夫する必要がある。そして、U-NECTESのブロック数は重装とは思えない1であり、昇進しても変わらない。重装に期待される役割はこれでほとんど行えなくなった。ブロック1のガードとして割り切って運用しよう。ガード禁止のタグで縛られないのも強さの一種か。攻撃範囲、前方1マス。特性、敵をブロックしている間のみスキルチャージができる。文字通り、敵をブロックしている間、U-NECTESは他のオペレーターと同じくスキルチャージができ、フィリオプッシュの SP バーストやリスカムのチャージも享受できる。が、ブロックしていない間は、あらゆる方法での SP チャージは遮断される。メリットが1ミリもない完全マイナス特性。U-NECTESを運用する上最大の難関であり、このチャージ問題を何とかしなければ、彼女の性能を引き出すことは難しい。逆に、チャージができた U-NECTESは、ロドス屈指の戦士として最高の性能を見せてくれる。素質1、昇進1で獲得。HP が半分以上の時、108% の攻撃力でダメージを与える。HP が半分以下の時、被ダメージマイナス 10% の加護を得る。HP が半分以上あれば火力ボーナスが入る。例として、昇進にレベル50の U-NECTESを想定しよう。その時の攻撃力は1000なので、防御800の重装兵には200のダメージが入る。HP が半分以上の場合、素質で攻撃力は1150とみなされ、350のダメージとなる。もともとガード級の火力を有するが、この素質でU-NECTESはさらにゴリラ化する。そして、受領型と異なり、普通にヒールを受けられるので HP 半分以上を維持することも簡単である。そして、U-NECTESの HP を半分以上削れる強敵相手に、被ダメージ減少の加護が発動する。物理ダメージは持ち前の防御力があるため実感しにくいが、術耐性ゼロのU-NECTESにとって 80% の術ダメージカットは大きい。注意として、加護の効果は高い方のみが適用され、重ね掛けはできない。素質2、昇進2で獲得。敵をブロックしている間、スキルチャージの速度プラス 0.2、他のチャージバフと共存できる。が、特性の埋め合わせとしては存在感が薄い。雑魚敵は U-NECTESの前ではすぐ溶けるため、ブロック期間は短い。エリート敵の場合、ブロックしてからのスキル発動は理想だが、チャージを待たなければならない。ないよりはマシな素質となっております。潜在、1から5です。性能は特化寄りなので、確保するとしても1体で十分。
潜在3は防御ボーナス。その微妙な潜在能力を開発側の優しさとして受け取りましょう。それではここからはスキルの紹介です。スキル1、攻撃プラス 25%、防御プラス 25%、チャージ不要の常駐ステータスボーナス。チャージ難を抱えるユーネクテスにとって一番シンプルな解決法。レンドマックスでは攻撃1346、防御856となり、重装甲を何とか削れる火力と、スキルなしの通常の重装よりやや硬い耐久を獲得すると認識しよう。空白機なしのスキルとして悪くないが、特色もない。高いコストと貧弱なブロック数を考えると、それ以上の役割を期待するのが自然ですね。スキル2、攻撃間隔プラス 0.4、攻撃力プラス 180%。スキルの間にブロックしている敵全員をスタンさせる。攻撃間隔が2秒となる代わりに攻撃力が3000まで跳ね上がり、現状最も硬い2000防御の連中も問題なく処理できる。DPS で言えば最強クラスではないが、処理範囲の広さを考えると文句はない。そして強力なスタンがついており、持続は最大18秒という今までのスタンとは次元が違う。スタンが可能であれば、いかなる厄介な敵でも18秒の間問答無用で戦場から隔離させられ、その間に一方的に殴っていく。全員と書いているが、彼女のブロック数を変えない限りスタンの対象は1人のみ。そしてこれら全ての前提は、特化3の場合初動の 15SP から 28SP までチャージが完了していることです。スキル3、攻撃力プラス 230%、 防御力プラス 160%、 ブロック数プラス2、1秒ごとに 6% の最大 HP を回復する。スキル終了後5秒スタンする。ロードローラーだ。発動後35秒の間、ユーネクテスは3500を超える攻撃力を手に入れ、最高クラスの物理火力となる。ブロック数は3となり、防御も1700を超え、スキル発動後の通常の重装に等しい。さらにスキルなしの単体医療程度の自己回復を手に入れ、1人で3人分の仕事を行い、同時に最高峰の火力と耐久を見せてくれる。正真正銘のボス級のステータスで、逆にその状態に入ったユーネクテスから生き残れるボスは少ない。初動 25SP、 発動は 45SP が必要で、初回なら早めに配置すれば発動する事態は難しくない。それでも特性の影響で雑魚が全く通らないルートであれば、ボスをブロックしてからチャージする必要が出てくる。チャージ問題はユーネクテス使いにとって永遠の課題です。基地スキル初期、製造所に配置時、自身以外の配置オペレーター全員の製造効率をゼロにする。発電所1箇所につき製造効率プラス 5%。 昇進2、制御中枢に配置時、ランセット2が発電所に配置している場合、発電所は計算上プラス2となる。他の施設数で効率が上がるスキルは互いに共存できる。現状発電所2の配置でしかユーネクテスは活かせない。発電所3のドクターは清流の実装を気軽に待とう。発電所2の配置でもレベル2製造所にユーネクテスとウィーディーを入れる場合、2人で 50% 効率となり、効果としては普通レベル。一方ユーネクテス中枢配置、ランセット2発電所配置、ウィーディーレベル1の製造所配置では、ウィーディー1人で 60% の製造効率を提供でき、レベル2製造所に匹敵する。心情消費にばらつきが生じ、シフト替えも一部変更することになるが、レベル2製造所をレベル1にすることで浮いた電力を他の施設に回せるようになる。それに厭わないドクターは早速該当メンバーを昇進させて運用しよう。4、同じ役割における位置づけ、ヘラグ。両者ともある程度の事前準備で特定の目標を処理するのに用いられるが、その準備のややこしさに比例して発揮する性能も異なる。ヘラグの処理能力は、上限がはっきりしており、敵の火力が自己回復を上回ったり、装甲が打点を超えたりすると何もできなくなる。ユーネクテスは治療オペレーターのフォローが可能で、 S3 でも解決できない敵に関してはそもそも解決できないように設計されている部類に入ります。その分チャージが非常に面倒くさい。スカジ、S3 ユーネクテスの出現でスカジは S2 一筋という方向に決心がついただろう。配置速攻で敵を処理していく S2 スカジ、工夫でガンダム化させる S3 ズーママ、完璧な住み分けとなりました。5、
運用アドバイス。まずは基本運用です。一般兵が通るルートと目標が通るルートを一通り確認する必要がある。初回攻略としても両者が交差しそうなマップを予想しよう。チャージできないようなマップでは S1 に切り替えるか、そもそも他のオペレーターにしよう。基本ステータスは高く S3 の回復もあり、チャージが完了するまで死ななければ程度の無理は可能で、ギリギリまで攻めていこう。それではコンビネーションです。サイレンス。ブロックの期間を少しでも伸ばすために本陣から遠く配置され、火力面でのフォローも難しいユーネクテスにとってドローンの遠距離援護はありがたい。何より機械好きな彼女にとって精神面での効果も出る、かも。シャイニング、ナイチンゲール。特定のボスには S3 ユーネクテスの硬さを持っても足りない。火力は十分にあるのに、それを発揮するのにもう少し時間が欲しい。そこでシャイニングやナイチンゲールで正真正銘の要塞を作り上げよう。あ、ユーネクテス程度の火力になると攻撃バフよりも攻撃速度の方が効果が出やすい。そういう意味でソラやワルファリンよりも S3 あの方がマッチしている。運用のコツ。場合によって雑魚に背を向けて配置することでより長くチャージできる。6、育成アドバイス。まずは育成優先度です。ボスや難敵対策の特化キャラとしてボックスに1人は欲しいが、優先度的には汎用性の方が先。赤マス3箇所、守るルートが3つと想定し、それを問題なく対処できるようになってから育成しよう。 S1 特化は推奨しない。 S2 はサポート寄りで、特化2まではレベル7と同じく17秒持続です。特化3までする予定がないならレベル7で十分です。ガチャ優先度。性能面で同じ役割においては最高峰の一人であることは確かである。だが後にライバルが実装され、使いやすさで言えばそっちに軍配が上がるのも事実。特に愛を感じなければ意志を温存するのも一つの手。まあ、こういう風にね、いつもガチャ優先度とかで意志を温存するとかしないとか、次に実装されるキャラがなんだとか、まあ、いろいろ言ったりはするんですが、これはね、大陸版の情報があるからなので、私は実際大陸版をリアルタイムでやってるから、そんなん次に何が来るかとか、どういうオペレーターが来るかとか全くわからないので、まあ、とりあえず私は引く派ですけど、まあ、こういう大陸版の情報がある以上、まあ、無課金とか、美課金の方にとっては、まあ、こう選択の余地があるのは、まあ、悪いことではないのかなと、個人的には思います。まあ、ただ、そんなのわからないんで、大陸版では。だから、とりあえず全部引きます。はい、それでは実況プレイのコーナーです。今回私が選んだ戦役は、H7-4 です。結構ね、もう演習チケットも使い切って、まあ理性も使ったり、意思割ったりして、もう結構何回もやってます。まあなんでかと言いますと、まあこのユーネクテス単体での火力の、まあ上限とか下限を知る必要がまずあったんで、まずね、このユーネクテス単体で挑んでみてどうやったか。で、次ちょっと厳しそうなんで、あのバフを入れて、まあどれぐらい減るか。まあそれでもちょっと削りきれなかったんで、サーマル EX とか、まああと新銀山とかをね、一緒に使っていくっていう流れでね、ここまで、やっております。そのパトリオット VS ユーネクテスっていうのがね、見どころではあるので、あんまりこの左側は気にしなくていいです。まずユーネクテスはやっぱり序盤に置けるときに置いて SP をチャージするっていうのはもう大事なことですね。まあこの真ん中のこの場所であれば、あのバフもね、入りますし、敵も割とこう、ブロックさせてくれるんで、まあ SP はチャージできますね。この、パトリオットが攻撃範囲に入るまでに SP をチャージしときたい。っていう感じです。でちょうど、ブロックして、チャージできました。で、シルバー紙は上の位置に置くと、敵をブロックせずに、新銀山を打ち続けれるのでおすすめです。で、ここで、ロードローラーだからの、ドーピングかけて、まあ、一緒にサーマル X もおまけで入れながら、新銀山。新銀山のサポートありですね。まあ、これでも新銀山だけだと全然減らないんで、まあ、いかに、ユーネクテスの火力が高いかっていうのがわかると思います。すごいゴリゴリ減らしてますよね。これ、まずユーネクテスを手に入れる前に、別のオペレーターとかでね、試してみたらどれぐらい火力が高いのかってのはわかると思います。
ギリギリ削れます。一応特化3ですからね、これ。で、まあ、こっからは第2段階を溶かす必要があるんですが、まあ、準備として、まずシルバー紙の新銀山で、雑魚処理役、プラス、ちょっと火星ですね。で、ここで、この、大盾を止めてチャージします。SP チャージはもう必須なんで、ユーネクテスは。SP はチャージしたい。新銀山打って雑魚処理。SP チャージしたいけど、HP が減っていくんでね。ユーネクテスの HP が減っていくからもうギリギリ S3 発動。からの HP は持続回復していきますが、ちょっと若干私の連動では回復しきれなくて、パトリオットにやられたんで、ランセット2。この回復が大事だった。このランセット2がいるかいないかでね、ちょっと全然違いましたね。もう溶かされてしまいましたけど、あのランセット一置きでマジで変わりました。めちゃくちゃいい勝負してないですか、これ。ね。これはもうこの耐久力がないと、もう速攻で溶かされて終わりなんで、すごいミリの戦いに、でした。よかったですね。まあ、あともうここからボスは死んでしまう、ボスはもう倒しましたんで、あとは雑魚を処理するだけです。まあ一応クリアはできたんですが、こんなん見てても動画の時間が長くなるだけなんで、この動画は、次期プレイはこの辺で終わりたいと思います。ドクターが眠っているのを見てると、私も少し眠く。ここまでご視聴していただきありがとうございます。それでは、ユーネクテスの大まかな能力指標図を紹介します。ユーネクテス、火力。S2 のダメージは重装甲も処理でき、S3 は最高峰の物理火力に入る。耐久。基本ステータスが優秀で、スキル倍率も十分。発動までのフォローが必要。汎用。コストが高く、ブロック数は1のみ。何よりもチャージが面倒くさい。補助。18秒も続くスタンは戦術に多大な可能性をもたらすが回転に難あり。特化。特化に走りすぎたせいで通常運用が難しいほど。幸い頂点には上り詰めた。性能面の話はさておいて、個人的にはリリューク先生の新キャラということで、引く以外の選択肢はありませんでした。もともと引くつもりだったけど、少しでも彼女を使いこなしたいからこの動画を見に来た。っていうドクターや、逆に、もうちょっと待ってみようかなーっていうドクター、考え方は人それぞれだと思います。同じオペレーターを持っているからといって、全く同じ戦術にならないところがアークナイツのいいところ。ユーネクテスがネジと歯車に可能性を見出したように、新オペレーターに新たな可能性を見出す。その探求心が存在する限り、ドクターの戦術は進歩し続けるだろう。最後までご視聴ありがとうございました。